ホンダアコードホンダビガーホンダインスパイアホンダビガービガーはホンダ技研工業がかつて生産発売していたセダン型の乗用車である1981年9月25日に2代目アコードの姉妹車として発売された3ドアハッチバックと4ドアセダントがありアコードとの違いはアコードはヘッドライトが異形角型2等でエンジンが1.6リットルと1.8リットルで あったのに対し、ビガーはヘッドライトが北米や高度と同様の再規格の角型4灯でエンジンが1.8リットルのみである。クルーズコントロールを全グレードに装備し、走行距離、走行時間、燃費が表示されるエレクトロニックナビゲーターも再廉価グレードを除いて標準装備された。1983年6月17日にマイナーチェンジが行われた。 新型エンジンの最シ C3 バルブクロスフロー直列4気筒1.8リットルと新型ミッションが搭載された。グレード構成は下から VL、VX、VXR。1984年5月に PGM5 仕様のエンジンを搭載した VTI、VTLI 及び TTI が追加された。1985年6月4日に 三代目アコードの姉妹車として発売された。ボディは4度セダンのみであった以外は、アコードとの違いは少なく、ヘッドライトにはリトラクタブルヘッドライトが採用され、搭載エンジンも新開発の DOHC1.8LCV、デュアルキャブレター仕様の B18A と 2.0LPGM、ファイ仕様の B20A 及び、 最置 C1.8 リットルシングルキャブレター仕様の A18A と全く同一でフロントグリルとリアのテール周りの外観が違う程度であった。1986年5月に一部変更が行われた。AT は電子制御ロックアップ化され、フューエルゲージはオケ張り式に変更された。1987年5月にマイナーチェンジが行われた。 A20 アンペア搭載車追加のほか、電動格納式、ドアミラーや、ホンガーインテリアが採用された 2.0SI エクスクルーシブが追加された。1988年9月に AT 車にシフトロックシステムが追加され、1.8リットルと2.0リットルにスーパーステージが追加された。1989年10月12日に新たに誕生した。 アコードインスパイアの姉妹車として発売された。ロングホイールベースの4ドアピラードハードトップボディのフロントミッドシップにサイチェシー直列後機頭2.0リットル G20A が搭載された。形式名は CB5。グレードは下からタイプ N、タイプ E、タイプ W、タイプ X。従来のアコードとの関係から離れたことにより、 パーソナルでスポーティーなキャラクターがより強められ、初期型の AT 仕様にはガングリップタイプのシフトレバーが装着されていた。1991年5月に一部変更が行われた。AT 車のシフトレバーがガングリップタイプから普通のものに変更された。車種の見直し再連カグレードのタイプ N が廃止され、代わりにタイプ S リミテッドが追加された。 ビガーのマークがトランクリット右上からセンターに移動され、代わりに H マークがトランクリット中央に移動した。1992年1月29日にサンナンバーボディに2.5リットル G25A とも PS アップした改良版の G20A を搭載したモデルが追加された。G25A 搭載車はプレミアムガソリン仕様で a t 仕様のみ、グレードは 上から 25XS、25X、25S、25W。G20A 搭載車はレギュラーガソリン仕様でインスパイアと異なり MT 仕様も用意されていた。グレードは 20G のみ。このモデルは北米などでホンダの高級車ブランドのアキュラからアキュラビガーとして販売された。1995年1月に オーダーストップに伴い生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1995年2月に日本では後継者としてセイバーが登場し、北米でもアキュラトルコリラが登場し、販売終了となった。初代2代目3代目。ありがとうございます。